今回紹介するのは、でっちあげ、福岡殺人教師事件の真相という本です。朝日新聞に、福岡で教師が体罰を加えたり、差別をしたりしたため、子供が学校に行けなくなった、みたいな記事が出たのは覚えている。後片付けを10秒間でしてしまわないと、 毎日体罰を繰り返していたなど国名に詳しく先生のいじめの内容が書かれていたと思うそのいじめの原因が母親の父がアメリカ人なのでアメリカ人との血が混じっているやつは汚れているとかいう理由だったという記事を見てまず本当か本当にこんな教師がいるのかと思ったのは事実だ新聞が書いているのだから 間違いないなのだろうが、だとするととんでもない先生だなぁと思ってしまったそのニュースは「週刊文春」とか他の全国紙西日本新聞なども追随してもうその先生が殺人教師とレッテルを貼られ担任を辞めさせられ6ヶ月の給食もかせられとなるのだがもし本当にやっていたとしたら 当然の報いでいやもっと重い刑罰を与えるべきなのだが驚くことにこれは冤罪だったとのこと全てがその被害者とされる生徒の両親の思い込み虚言による作り話だったというルポタージュもう読み始めて途中でやめることができずに一気に読んでしまいましたそれくらいインパクトがありますおはストーカーカ事件の、 をを読んだ時くらいの衝撃を受けました実際にこんなことが許されるのかというか実際に起こっているのだが学校長や教育委員会のことなかで主義が招いたとも考えられるのだが恐ろしいのはその両親最近問題になっているモンスターペアレントの本理のような親だそもそも母親の父がアメリカ人というのも。 何度も言い方を変えたりごまかしたりするのだが結果的に嘘であることが判明裁判はいじめられた子どもには500人を超える弁護士がつき先生には2人その絶対に悪徳教師を糾弾してやるという弁護団マスコミの目論みが虚言でボロボロ崩れていくシーンは圧巻である以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。